日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は違いについて。違い、はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。今日は違いについて話したいと思います。違いね、違いというのは、まあ、違うということですね。違う、ね、その名詞が違いですね。違い、違いがあると言いますね。例えば僕は毎日たくさんの国の人たちと話をします。例えば今日は、アメリカ人が多いですね。その後韓国人の生徒さん、そしてアメリカ人多いですね、シンガポール人の生徒さん、そしてアメリカ人、そしてオーストリア人の生徒さん、そしてロシア人の生徒さん、そしてカナダに住んでいる、台湾人の生徒さん話しました、いろいろな国のいろいろな人たちと話していると、いろいろな違いがありますね。違いね。僕は日本に住んでいる日本人でね、他の国の人と話すと、ああいろいろ違うなね。もちろん文化が違うね、ライフスタイルが違う、天気が違う、言語が違う、考え方も違う。いろいろなイベントとかね。例えば家族のコンセプトがちょっと違うね。日本人が言う家族と、アメリカ人が言う家族と、スペイン人が言う家族と、サウジアラビア人が言う家族と、少しずつ意味がちょっと違う。もちろん小さい家族ね、例えば日本ではいとことかね、いとこというと家族じゃないですね、親戚。でも結構スペインとかだとそれを家族って呼んだりとか、まあいろいろ違いますね。いろいろなことが違う。その違いが面白いですよね。面白い。僕は毎日世界中のいろいろな人と話してとても面白いです。どうして？どうして面白い？違うからですね。違うというのはとてもとても面白いことです、ね、たくさんの人は違うことが嫌ですよね。イライラする。どうして違うの？どうして？でもいろいろな考え方、いろいろな国、いろいろな文化、ね、それはとても面白いことですよね、違いを楽しみましょう。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。